タイの、バンコクのサンガプー空港にいます。でこれから、ミャンマー東の救命ビルマですねのヤンゴンに行くところです。で、今いるのが空港の中で航空会社格安航空会社で有名なエアアジアです、ね、今選びましたエアアジアですね。費用がバンコクからヤンゴンまで距離がないんでね、大体日本に1万円ぐらい往復で安いです、ねタイの、ベトナムのホーチミンとホーチミンの空港からプーケット行った時、あとはここのバンコクからシンガポール行った時にエアアジア利用したんですけどね、久々利用です。で、これ全て同じ機材ですね、エアバスのやつなんですけど、三々の配列で、大きな飛行機じゃないですよね、全部もう三々の配列で飛行機ですけど、安いんで、安全面一般的ですよね、一応安全基準が基本的にクリアしてるらしいですね。だからマレーシアを拠点してるんで、アオシア、東南アジア、タイとかも拠点にしていろんなとこ飛んでるんでね、こういうの安く行きたいんだらこのエアアジア以外は来てないですね。